雑音、何何何、ちょっと待ってください。どうしたの森ちゃん。大黒男児といえば、はい、私森田とのゲーム対決じゃないですか。それ、それ去年の話でしょ。いやいや、大黒男児とのライバル対決というのはもう永遠なんですよ。ちょっと待ってください森田さんライバル、お帰りください。あれ、いつの間にこんな空気になっちまったんだろうか。いや、ぜひ、ね、ゲームをさせていただきたいなと。まあでも100回記念ということでね、よしとしましょうかね。いいですか、はいはい、よしとしましょう。ありがとうございます。はい、ということで早速ですが、はい、ここでゲーム対決でございます。はい、大黒男児にチャレンジしていただくのはその名も、はい、パン食いバトル。はい、まあ、バトルという名のつくパン食い競争です。そうですよね、最近あまりあの見なくなりましたけどもね。ほとんど見なくなりました。運動会定番のパン食い競争。そうなんですよ。今ねスタッフが一生懸命パンをねあのぶら下げてるんですけどね。そうですよ。ご存知の通り、あの、はい、いち早くですねこの口でパンをキャッチして、そしてちょっとルールが違いますけども、はい、今回はパンをキャッチしていただいた後ですね、階段を降りていただいて、はい、そのスタジオセンターにパイロンがございます。こちらを一周して戻ってきて、こちらがゴールということで、この天王洲スタジオをですね、フルとはいきませんけれども若干使わせていただきましてやっていこうと思っております。これ韓国でもありますか、こういうパン食い競争。あるんです。あるんだ。パン代わり、あの、海苔でやるの。パンの代わりに海苔でやるの。海苔、海苔、はい、あ、面白いですね。面白いですね。いやでもね、日本のパン食い競争ね、はい、一筋縄ではいかないよ。いかないいかない。もうパンの形が今日はいろいろありますからね。いろいろありますか。アンパンだけじゃないですからね。そうそう。ちなみにカラム君好きなパンは。僕はあの、アンパン。多分ね、マイクね、負けなくても聞こえるかもう濃くなってますからね。してるなパンは。アンパンしかないですよ。アンパンで、 でもあの森田君と挑戦してもらっていいですか、改めて。いい森田君と、はい、大丈夫。若干なんか嫌そうです。なんかね、ちょっと嫌そうだったけどね、はい、いいでしょ、いいでしょ。いいですか、参加してない。じゃあお願いします。はい、スタンバイお願いいたします。はい、さあ、という、うわ、出てきました。これ大きいね、わりかし。はい、コッペパンからいろんなパンが出てきましたよ。なんかあのクロワッサンとかドーナツもありますからね。はい、さあ、はい、これは運動会形式に本気で鳴らしますからね。はい、お願いしますよ。はい、じゃあ皆さん準備いいですか。はい、では参りましょう。メンバー応援してあげてくださいね。はい、大黒男児パン食いバトル、位置について、用意。カラム君が先着で、あ、変わりました。これろ、これで、あ、これでね、チョコクロワッサンで、チョコクロワッサンで勝利ということでした。あれは何が起こってたの、ミカ君と何が。あのですね、はい、とりあえず僕のトラブルは、はい、僕のトラブルメロンパンは噛むとすぐプチって切れるんですあのメロンパン評価、ね、評論家になりつつありますけどもね、ちょっとメロンパンの弱点がメロンパン狙わなきゃよかった ね、 そうですね。じゃあそんな森田君にはこちら水曜名物キムチラムネ。罰ゲーム。面白そう。ではさあ飲んでいただきましょうか。グイッといっちゃってください。まあ、パン食べてね、喉も渇いてますから。喉渇いた、ちょうどいいね。頑張ります。あー、美味しい、美味しいね、森ちゃん。うん、全て飲んでください全て飲んでくださいということで、もう普段大黒男児がみんな飲んでますからね、これ。はい、